おはようございます。竹原駅にやってきました。呉線竹原駅です。まあ今日は竹原市内を散策したいと思います。竹原観光案内どころですね、ようこそ秋の小京都小京都多いですね。日本全国、小京都と名付く町はいくつあるんだろうか。つか京都、なんか古い町並みとかをさ小京都って呼びますけど、京都ってさそんなに町並み保存って感じでもないですけどね。だって京都ってまあ特に何の変哲もない大都市ってイメージなんですけど、まあいわゆる歴史的建造物とかはありますけどね。なんだろう、いわゆる萌えアニメですよね、まあ萌えアニメなんかね、キャラクターの見た目に力入れすぎなんですよね。中身にもう少し凝ってほしいなと思いますね。これは萌えアニメ一般に言えることでね、特定の作品に対して意見してるものではないですけどね。まあ朝なんでまだシャッターが降りてるお店が多いですね。モード大岡、大岡モードですか。まあ今は歩行動画モードですけどね。焼き穴子、焼き穴子があるってことは焼かない穴子もあるのかな。焼かないで食べる、生で食べるのかな穴子、あそっか、刺身ってことか。これ多分左曲がった方がいいでしょうね。アーケード街が左に続いてるんで。肉、自慢のお肉料理をご堪能ください。肉、肉が美味しくて笑顔になりますね。ペイペイも使える。まあ拍手をし、くしゃみをしてもくしゃみもう肉を食べるとくしゃみが出ちゃいますね。お、なんか古そうな自動販売機がありますね。広島の酒、なんか小さく挟まってますね。まあ広島の酒がどういう味か分かりませんけど、やっぱりさ、生まれも育ちも広島県っていう人は、やっぱ広島県民意識強いから、広島の酒って言われると、ああ俺広島県民だから広島の酒いいかもなってね、まあそういう意識が芽生えるんでしょうね。あ、そういえばさ、あの将棋の桐谷さんが竹原市出身らしいですね。まあ将棋のプロ棋士ってよりも、株主優待の人ってイメージも強いですけど、なんかさ2020年、コロナショックで株価が暴落したんで、まあ桐谷さんもなんか、利回りのいい株とか結構買い漁ってるのかもしれませんね。配当利回りが 5%、6% なんてゴロゴロ転がってますからね。リートなんて利回り 10% ですよ。すごいですよね。まあ、私もリート結構買いまくってんですけどね。ただまあお金がないので、利回り良くてもなかなか買えないのがね、もどかしいなという。ここでアーケード街も終わりですね。なんか大きな道に出てきましたね。まあ桐谷さん面白いですよね。なんか早口っていうかさ、まあ加藤一二三さんも早口ですけど、でやっぱりね、将棋の強い人ってさ、頭の回転が速いというか、まあいろんなさ思考が頭の中でぐる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 回るんで、多
多分その喋るよりも頭の回転の方が速くなっちゃうんですよ。だから口が頭に追いつこうとして早口になるんじゃないかなって気がしますね。その喋るよりも考える方が早いからさ、そのゆっくり喋ってたら頭の中がパンクしちゃうんですね。どん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 喋って処理していかないといけないんで、そういう構造があるんじゃないかなと思いますね。まあでも桐谷さんみたいに、株の配当や優待品だけで生活賄うっていうのは夢ですね。もう寝ててもお金入ってきますからね、安心ですよね。まあ株は買った後に不安になるんじゃなくて、買ったら安心なんですよ。株持ってれば配当金が自動的に入ってきますから、投資はね、怖いんじゃなくて投資した方が安心というか、そういうとこありますね。なんか古い案内標識がありますね。まっすぐ行くと西条。犬の美容室だってすごいね、マニアックですね。うーん、赤ちゃんの筆とかね。まあ赤ちゃんの筆、まあ、赤ちゃんの産毛を使って筆を作ろうという話なんですけど、でもまあちょっと自分の子供を所有物扱いしてるところありますよね。自分の子供なんだから自分のものでしょみたいなさ。じゃあ自分の奥さんとか自分の旦那の髪の毛で筆作ってみろって話ですよね。まずそれをしてから赤ちゃんの筆を作りましょうよと、ああでも日が差してきてよかったですね。なんか天気予報で晴れって言ってたのに、朝曇ってたんで、なんか腹立ちますよね。天気予報としては晴れなんだけど、なんかこの地域の掟によって曇ってしまったんじゃないかっていうかね、そういうまあイメージなんですけど、まあ、この辺も古い建物多いですね。営林社の自転車、なんか、まあ、この辺も商店街といえば商店街なんですけど、やめちゃったお店が多いなという、そんな感じでしょうかね。まあ喫茶店、スナック喫茶、菓子屋、スナック喫茶っていうのはスナック菓子が出てくるのかな。でもスナック菓子は喉乾きますからね。塩分過剰で喉が乾く、あ、そっか、だから塩分を食わせて、で水を飲ませるっていう、そういう商売なんですね。なるほどね。それからくりなんですね。で川が流れてますよと、まあ見りゃわかるんですけどねこれ見て、海だっていう人はちょっといないですけど、日の丸写真館、古い建物が、おっと黄色のちょっと、なんか壺とか、青い絵が描かれた皿ですね。まあこの辺りがなんか古い町並みの保存地区みたいな感じらしいですけど、なんか。
なんか建物同士がくっついてますね。隣の建物と一心同体というか、もうね、竹原市共同体じゃないけど、もうね、個人個人の独自の人生なんかねえんだよと、俺たちみんな一緒の家族だぜみたいな、そんな感じで建物同士がもうくっついちゃってね、もうぴったんこうぴったんぴったんって感じですね。すごい建物だよなこれな。なんかプラモデルとかで再現しても面白そうですね。いやほんとね、建物模型、ほうほうほう、なんか、まあ、有名な建築物だったらプラモデルとか、模型とかあるのかな。でもやっぱりね、ドラえもんのインスタントミニチュアカメラ、なんか建物をパシャッと写真撮るとその建物がなんか、なんかおもちゃ、なんか模型みたいな感じになって出てくるっていう、そういうねカメラあるんですけど、あの道具欲しいな。なんで自分とこにはドラえもんが来てくれないんでしょうかね。のび太くんずるいですね。ドラえもん独り占めなんてずるいですね。ニッポニアホテル、日本の中の日本だって感じかな。なんかさ、トキっていう鳥がいるじゃないですか。トキの学名がニッポニア日本っていうかさ、珍しい鳥だからなんか日本には日本ってかっこいいね、ネーミングにしたんでしょうけど、その珍しいからいいねっていう、なんかその人としてのさ、好き好みをなんか名前にするっていうのはなんかトキに対して失礼な気もするんだけど、まあ別にいいんですけどね、トキの世界と人間の世界違うんで、別に勝手に日本には日本ってつけてもさ、別に時には関係ないですからね。なんか、鳥には名前っていう概念がないかもしれませんからね。名前をつけて区別するっていう発想そのものがないんでしょうね。わかりませんけど。なんかデコボコしてますね、なんかね。これ普通の家なのかな。まあ飲食店ですけど、同系の広場だって。同系ですか。同系、昔の学校の風景かな。竹原市歴史民族資料館か。へえ、歴史民族ね。まあ、こういう路地裏もなんとなくね、味わいのあるものですね。まあ味わいつっても、まあ作られた味わいというところもあるんですけど、郵便ポストも茶色いんですね。暴力団の進出を阻止しようってね、書かれてますね。そう、暴力団はね、暴力団は潰さなければいけませんね。っていうかさ、NHK から国民守ると、NHK をぶっ壊すって言ってるじゃないですか。まあ、NHK ぶっ壊すのもまあまあいいんですけど、あの暴力団もぶっ壊したらどうかなと思うんですけどね。神棚かな。
神棚？なんだろう。賽銭箱。いきなり神社ですね。いきなりステーキってお店がありますけど、いきなり神社って感じね。あ、なんかくるくる回ってますね。なんだろう。風鈴じゃないし、なんだろう。まあ道が曲がりくねってますね。曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽。生まれたての太陽って、まあ生まれたてなのかな。昨日の太陽と今日の太陽は同じである保証はどこにあるんだろうかっていうね。日が沈んだ後また日が昇った時にそれが同じだということは言えるんだろうかっていうね。まあなんか蔵ですよね。町並み保存地区もこのぐらいかな。なんかブーブーとね、何かやってる音がしますね。朝からご苦労様ですね。まあというわけで、ちょっと霧が良くないですけど、まあ、この辺りで終わりにしたいと思います。滑り台、滑り台ですね。滑り台で歩行動画終わることに何か深い意味あるんだろうか。人生滑り坂、滑り台のように滑って転んでなんちゃらほいというね。まあただ重力の法則、万有引力の法則によって、まあ上にあるものは下に落ちるっていうのがね、一応自然なんですけども、ただ自然であるから良いというねことにはならないので、まあ広島県の竹原市を散策してまいりました。ありがとうございました。